皆さんこんにちは、うさおです。チャンネル登録よろしくお願いします。キャンプでテントを地面に固定するために必要なのはペグです。そんなペグを打つときにどのような角度で打ち込むと強度を出すことができるかと考えたことはありませんか？斜め45度がいい、90度がいい、などなど様々あります。そこで今回その疑問を解消するために実際に地面に打ったペグにガイロープを接続し、人間が引っ張ることで何キロの力をかけるとペグは抜けるのかを2パターンの角度で検証してみます。テスト内容は斜め、だいたい45度からペグ打ちをした状態で、あと地面に対して垂直にペグを打った状態から一方向に引っ張った状態でどれだけの力でペグが抜けるかを検証していきます。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。引っ張る力の計測はこちらの張力計で計測していきます。数字が大きい方が強い引っ張りに耐えられるということになります。地面のコンディションはハンマーを使わなくてもペグは差し込める程度の柔らかくて乾いた地面になります。45度程度傾けて何キロでペグが抜けるかを確認していきます。さあ開始です。ペグはゆっくり手前側に動いていきますね。重い扉をゆっくり開けていくかのような力のかかり方になっております。どう抜けるか。お、抜けました。 19.46キロ、 かなり粘りありますね。では今度は地面に対して垂直に打っていきます。これだと45度に比べてなんとなく抜けやすそうな感覚があります。ではスタートです。これは意外と粘りがありますね。あまりペグが動く気配はありません。で、この段階で20キロを超えてきてます。お、かなり、お、これは意外です。 27.55キロもあります。では今回偶然この値が出たかもしれませんので、あと2回ほど追加でテストしていきます。2回目のテストの準備です。今回も45度くらいからテストしていきます。私のテストはかなりざっくりということで、細かな数字のブレっていうのはご容赦いただければと思います。このテストからですね、0g になっていることをちゃんと確認して引っ張っていこうと思います。ではスタートです。これも1回目と同じようにペグがゆっくり手前側に引っ張られていきますね。抵抗感もだいたい1回目と同じような感覚です。ゆっくり手前にずれてくる感覚です。ここで抜けました。 18.93キロですね。これもだいたい1回目と同じような値が出てます。では次90度ですね。2回目のテストになります。今回利用しているペグはスノーピークのソリッドステークの20センチになります。角度を変えて抜ける力が何キロになっていくかをそれぞれ測っております。では引っ張っていきます。ではスタートです。やはりかなり粘りますね。こうかなり力を入れないと引っ張ってこれないような感覚です。はい、1回目より少なめの数字が出ましたね。 24.39キロですね。では最後に3回目のテストといきます。ではスタートです。やはりこれも1回目と同じような抵抗感ですね。じわーっと引っ張られるような感覚になっております。ここで抜きました。 17.37キログラム ですね。やはり45度では20キロを超えることはこのテストではできませんでした。では90度3回目のテストになります。ではスタートです。やはり90度はかなりの粘りを感じます。引っ張っていてもかなり重い抵抗を感じるという感じですね。かなり高い数字が出てきましたね。マックス数値で 29.44キロです。かなりいい結果になっております。というわけで今回40度と90度、2パターンのペグ引っ張りテストを実施しましたが、正直自分45度の方が粘ってくれるかなと思ったんですが、
90度の方がかなり粘りに強いという結果になりました。次回のテントの設営からは90度でペグ打ちをして設営をしていきたいと思います。このチャンネルが皆さんのキャンプライフの手助けになるとすごく嬉しいです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンの方をよろしくお願いします。では皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。